こんにちは、サラです。今回はですね、6月1日発売のキャンメイクの新作コスメがですね、もうロフトで売られてたので、そちらを紹介していきたいと思います。で、今回発売されたのはこちらです。マスカラベースとマスカラとアイブロウマスカラとアイライナーとアイシャドウ。今回目と眉毛周りを中心に出してきましたね。アイシャドウから紹介していきたいと思います。ロイヤルパールアイズの1番と2番です。じゃあまず右側にですね、1番の方を塗っていきたいと思います。こんな感じで、これもね、黄みが強くなくて普通に使いやすそうな、使いやすそうっていうか使いやすい、もうこれだけで簡単にアイシャドウが決まる商品。で、こっちに2番を塗っていきます。この2番の色がすごい好きなんですよね。グレーってわけでもないし、茶色ってわけでもないし、なんて言うんだろう、グレージュっていうのかな。で、私このジューシーピュアアイズの11番がすごい好きなんですけど、はい、この下がロイヤルパールアイズの02番で、上がジューシーピュアアイズの11番。ちょっとだけこっちの方がグレー感強いっていう感じ。私こういう色合いがすごい大好きなので、この02番もね、使いやすい、ちょっとクールな印象になります。はい、そしたら次こちら、リニューアル眉カラーリングマスカラ。ブラシが進化したらしい。ウォータープルーフで擦れに強く、お湯オフタイプ。前のやつこんなに高性能だったっけ。でパッケージもなんかおしゃれになってる、こんな感じで。こっちの眉マスカラだけめちゃくちゃ器用に落としてきたので、これを塗ってみます。あー、なんか前よりも水っぽくなった気がする。あ、でも普通に塗りやすい。確かに前のバージョンは液が固くて、こうあんま均一につかないような印象だったんですけど、これ本当、めっちゃ綺麗についとる。この落とす前より綺麗じゃない、こっちの方がすごい綺麗。でもうすぐね、乾いてます。思ったより使いやすくてびっくりしたんだけど。はい、で次こちら、なんだっけこの有名なやつ、クイックラッシュカーラーだ。ついにブラウンが出ました、嬉しい。でこちらもみんなね使ってると思うんですけど、マスカラ下地としても使えるし、トップコートとしても使える、もうカール力が半端ないやつで、これ今日もね下地に使ってるんですけど、下地に使って上からマスカラを塗っちゃうとあんまりこのブラウンの良さは出ないですね。なので、まあ、これ単体で使うか、上からこれを塗るとなんか束感とツヤ感が出ていい感じになります。ほんといい感じの焦げ茶で、もうブラウンマスカラを塗っちゃってるんですけど、試しに上から塗ってみます。こんな感じ、ちょっと分かりにくいかな。なんか夕方とかになるとさ、アイシャドウとかフェイスパウダーがまつげについて白っぽくなったりするじゃん。そういう時のお直しとしても使える、ついでにカール力もアップみたいな。はい、そして最後はですねこちら、今日はどっちの目元にする？2つの仕上がりから選べるマスカラ、レディー&ガールマスカラ01番で、これもですねブラウンがついてて、私のために出してくれましたキャンメイクさんという感じのラインナップで、こちらはですね黒い方も使えるしブラウンも入ってるよってやつです。ちょっと上から黒マスカラ塗ってみます。めっちゃまつげが伸びます。今日はちょっと目力強めにしたいなって時はこのブラックを使って、今日は優しめがいいなっていう時は反対側のブラウンが使える。こっちがブラックの繊維入りで、こっちがブラウンの繊維なし。このブラシが短いから下まつげがめっちゃ塗りやすい。でブラウンは繊維入ってないんですけど、ちゃんとねまつげが伸びます。こっちが上下ブラウンで、
こっちが上ブラックの下ブラウン。ブラウンマスカラ使ったことないけど失敗したらやだなって人はもうこれ買えばさ、もしブラウンが自分に合わないなって思ってもこっちが使えるからもうめっちゃお得だよね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の個人的お気に入りはこちら、ロイヤルパールアイズの02番とクイックラッシュカラーのブラウンとこの眉マスカラがすごくお気に入り。はい、ということでキャンメイクの新作レビューでございました。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ということでチャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。